関門連絡線とは、日本国有鉄道が1901年から1964年までの間、山口県下関市の下関駅と福岡県北九州下地区のもじ港駅との間を運行していた鉄道連絡線である。航路の名称は関門航路であった。関門海峡を挟んで本州と九州を結ぶ鉄道連絡線であった。貨物では、 荷物の積み替えが煩わしいことから、貨車自体を線路を引いた船に乗せる鉄道車両都線が古くから使われ、このために、文字港駅の南西に貨物専用の散橋が設置されていた時期もあった。関門鉄道トンネルの開通に伴い鉄道、連絡の意味合いは薄れたが、関門鉄道トンネルが通らない文字港駅付近と下関付近と行き来する地元住民の便を図る目的で、 旅客輸送のみ継続された。しかし、民間航路の関門規制、関門海峡規制や関門国道トンネルを通るバスへの旅客移行が進んだことから廃止になった。関門航路は1901年5月27日に山陽鉄道が開設した航路である。山陽鉄道では利用者像のため自社沿線の瀬戸内海上に鉄道連絡線を運行する営業政策をとっていた。 その一環として、同社の子会社である山陽機線商社が八百九十八年九月一日、徳山港と馬観光、文字港を結ぶ鉄道連絡線、文徳連絡線を運行開始し、当時開通していた神戸駅徳山駅間を運行する急行列車と接続させた。また文字川では、この当時すでに九州鉄道が文字駅まで鉄道路線を開通させていたため、 この連絡線を介して、本州九週間の連絡運輸が開始された。その後、山陽鉄道が路線延長を進め、1901年5月27日には馬館駅まで開業したため、同日より徳山文字交換の鉄道連絡線を廃止し、代わって下関駅と文字駅を結ぶ関門航路が開設された。関門航路は下関丸。 大瀬戸丸の2隻で運行が開始された。山陽本線と鹿児島本線を連絡しており、本州と九州を結ぶ最重要ルートとされ、運行回数、輸送人員とも増加を続け、船舶も増備された。1906年12月1日、鉄道国有法の施行により、山陽鉄道が国有化されたため、東稿路も国有化された。輸送人員は、 開設10年後の1912年度には年間84万人であったが、大正時代末期には1日あたり1万人を超えた。その後も昭和初期の不況期を除いて増加を続け、関門鉄道トンネルが開通する前年度の1941年度には年間880万人を記録している。船舶については、1914年に文字丸が 1920年に超水丸、豊山丸が就航し、輸送力を向上させている。関門鉄道トンネル開通直前での運行回数は53往復となっていた。関森航路の小森江川。1931年米軍撮影。関門航路では旅客輸送とともに貨物輸送も行った。貨物輸送は橋家を用い、山陽鉄道が保有する。 タグボートにより栄光した。貨物の積み下ろしは、下関市の宮本組の請負いであった。1911年、宮本組の経営者であった宮本工事は、天馬経和線に甲板と線路を取り付け、7トン積み貨車3両を直接積むことができる橋家を試作した。この橋家は、同年10月1日から正式採用され、従来の貨車と橋家の貨物積み替え作業をなくし、 輸送の効率化が図られた。これは日本初の鉄道車両構想である。貨車積み込み設備は下関市の竹崎と文字市の小森へに設けられ、従来の下関文字交換の航路は旅客、郵便で小荷物のみの扱いとなり、貨物輸送の運航区間は下関小森へ間に変更され、関森航路と呼ばれるようになった。しかし、 橋家による輸送では、節眼に時間がかかり、輸送需要の増大に対応できなくなってきたため、1919年、下関、小森江桟橋に、可動橋を新設し、自力高校の可能な貨車都線の第一、第二関門丸が就航した。この時点では、橋家による輸送も併用されていたが、1922年には、下関、小森江桟橋に、可動橋を増設して、 第3、第4関門丸が就航し、橋家による輸送は全面的に廃止されている。1926年には、第5関門丸が就航したため、第1、第2関門丸は予備となったが、その後は貨物輸送の需要が増大したため増発が繰り返され、1938年からは5隻とも常時使用されるようになった。 1942年7月1日に関門トンネルで貨物列車の運行が開始されたため連絡線による貨物輸送は中止され関森航路は廃止された5隻の貨車と線はすべて右航航路に転出した1942年11月15日に実施されたダイヤ改正により関門トンネルで旅客列車の運行も開始されたこれにより関門連絡線は 鉄道連絡船としての役割を喪失したが、下関も字交間の需要が多かったため廃止はせず、郵便輸送を廃止し、運行回数をそれまでの53往復から30往復に減便して存続した。戦後間もない1947年度の輸送人員は年間403万人であったが、以後数年間は年間250万人前後で推移した。 下関文字館の普通列車が増発された1953年から輸送人員が毎年前年度比3%程度の減少傾向となっていたが1958年に関門国道トンネルが開通し同時期に民間の関門機船、関門海峡機船の利便性が向上されたこともあり輸送人員が休業を始めた1955年度の輸送人員は 年間205万人であったのに対して、1959年度の輸送人員は年間110万人に減少している。1961年に関門トンネルを挟む山陽本線、鹿児島本線が電化され、小郡駅、久留米駅間で電車の運行が開始されたことに伴い、同年6月15日からはそれまでの28往復から20往復に減便し、 一隻のみの使用となった。また従来の船舶に代わり、大島航路から玉川丸を転属させて使用し、輸送源に対応した。1964年10月25日に廃止が告示され、10月31日限りで廃止された。詳細な経歴は各船の記事を参照。ありがとうございます。